はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、やっと見つけた超おすすめの蜂蜜をご紹介しますということでやっていきたいと思います。はい、やっと見つけました。やっとですね、これですよ、これだっていうですね、蜂蜜を見つけたので、こちらでご紹介させていただきたいと思います。はい、蜂蜜ですね、まあ、あなたもですね、使うことあるかと思います。私もですね、何か甘みを出したいときにやっぱ蜂蜜って使うことが多いです。まあ、飲み物とかに使うときが多いですかね。例えばジンジャーエールとか、自分のうちで自家製のジンジャーエールとか作るんですよ。ジンジャーエールとこう煮詰めてですね、生姜を煮詰めて作るんですけど、それに蜂蜜を加えたりとか、あとはスムージーを作るときにちょっと甘みが足りないなっていうときに、使ったりとか、あとたまにパンケーキ食べたいときあるじゃないですか。はい、たまにじゃないかもしれないですけど、たまに私あるんですよ。で、そういう時はまあグルテンフリーの、パンケーキの、まあ、ミックスというか粉がですね、もう私が好きな葉山にですね、ソーダカフェっていうカフェがあるんですけど、そこで売ってるので、そこで買ってきたもので、パンケーキを作ってですね、でこの蜂蜜をつけるっていうような形でですね、食べていたりするんですけど、じゃあ蜂蜜ってどういう基準で選んでいたかっていうと、まあオーガニックでですよね。で、オーガニックでプラス非加熱っていうもので探していたんですよ。で、なかなか日本では買えなくって、まあ、海外のサイトで買ったりとか、海外に行った時に買ったりとか、まあ、ハワイとかオーストラリアに行ったりとかすることがあるので、そこでこう大きなものを買ってきたりとかしたんですよ。で、なかなか日本では買えなかったりとかしたんで、じゃあ何を紹介すればいいかなってずっと考えていて、これですね、まあ、ちょっとこれシール、うちの子供がビリってこう破いちゃったんで、ちょっとこのロゴが消えちゃってますけど、このウーバービーツってですね、型のですね、蜂蜜なんですけど、これまあ南アフリカ産のピュア南アフリカフィンボス蜂蜜っていうふうに書いてあるんですけど、南アフリカ産の蜂蜜なんですよ。で、これの出会いがですね、面白くて、前回私バタフライピーのシロップ紹介させていただいたんですね。はい、見ていない方は前の動画見ていただきたいんですけど、そことまたやっぱりつながるんですよ。で、そこで私たち家族ともう一人ですね、まあ、私の友達でさやさんっていう方がいるんですね。まあさやさん、名前出していいのか、まあさやさんだったら分かんないんで、さやさんっていう方がいて、その方はですね、まあサーファー仲間なんですけど、私のすごい面白くて、私世界一周してた時があるんですよ。夫婦でバックパッカーで世界一周してた時に、グアテマラっていうですね、国があるんですね。まあ、中米の国なんですけど、グアテマラっていう国でサヤさんと出会ったんですよ。まあ、サーファー仲間なんですけど、海がないところで出会ったんですけど、グアテマラすごいいい国ですよ。はい、すごいいい国です。グアテマラ本当に1ヶ月くらいその町で、サンペドロラグーナっていう町で沈没してたんですけど、サヤさんと1ヶ月くらいずっと過ごしていて、いろんな話をして、で、またどっかでサーフィン、またどっかでというか、どっかでサーフィンしたいですねっていうことをお話しして、で、サヤさんは、ハワイのマウイ島でですね、ハワイアンマッサージを習うために留学をしていたんですね。で、私たちがハワイにですね、ハワイのオアフ島のノースショアっていう北の方ですね、北の方で、まあ、オーガニックファームで1ヶ月くらい、1ヶ月じゃない、2ヶ月くらいか、働いてたんですよ。はい。ファームステイをしてたんですね。で、そこで、サヤさんもハワイにいる、そのタイミングでハワイにいるっていう、グアテマラにいた3ヶ月後くらいですかね、にハワイにいるっていうふうに言うんで、じゃあ私たちオアフからマウイに飛んだんですよ。で、マウイに飛んで、約2週間くらいかな、10日間か2週間くらいマウイにいたんですね。で、その時にサヤさんともう朝から晩までずっとサーフィンしてたんですけど、まあそういった縁で、それが約5年前のことなんですね。で、5年前のことで、で、今、サヤさんも結構旅行ずっと行ってるような人で、ほんの前までまたジャワ島に行ってた、インドネシアのジャワ島に行ってたらしいんですけど、ちょうど日本に帰ってきてて、で、今度南伊豆行くんで、南伊豆サーフトリップ行くんで一緒に行きませんかっていうふうに言ったら、あ、行く行くみたいな感じでですね、はい、さやさん乗せてですね、私の今、たまたまさやさんも家の近くに住んでいて、で、迎えに行って行ったら、これお土産って言ってくれたのがこの蜂蜜なんですよ。やっと繋がりましたね。はい、で、これが、そのさやさんの、友達の方、南アフリカの方と結婚された日本人の方なのかな、が、南アフリカで作っている蜂蜜なんですよ。で、その方もめちゃめちゃこだわってですね、まあこれ書いてあるのを読まさせていただくと、
いわゆる完熟蜂蜜なんですね。完熟蜂蜜、蜜蜂が、採蜜した蜂蜜は水分を含んでいるので、蜜蜂たちは、巣の中で羽ばたきを繰り返して風を送ることで余分な水分を飛ばして、糖度が78度くらいになると、蜜蝋で蓋をして大切に貯蔵して熟成させます。このように完全に熟成されたものを完熟蜂蜜と呼びます。ということで完熟蜂蜜、はい、非加熱の完熟蜂蜜、いわゆる蜂蜜っていうのは水分っぽい状態から乾燥されて、熱で加熱して乾燥させて、熟すっていうようなことをすることが多いんですけど、そうすると栄養素が飛んでしまうんですよね。はい、栄養素が飛んでしまうんですよ。ここに書いてあるんですけど、はい、熱に弱く高温で加熱してしまうと、せっかくの栄養素や酵素が破壊されてしまいます。ウーバービーツではそれを破壊しないように時間をかけて低温で加熱して食べやすく柔らかくした蜂蜜と、全く熱を加えてない非加熱の蜂蜜の2種類を用意していますっていうところで、はい、低温の蜂蜜、低温加熱した蜂蜜もあるんですけど、非加熱の蜂蜜っていうものがあるんですね。これっていうのが要は手間がかかるわけですよ。本当だったら加熱した方が早く作れるわけじゃないですか。それをですね、あえて待ってですね、待って完熟させた状態で、取るっていう形の蜂蜜になるんです。でもちろんオーガニックの、非加熱の蜂蜜なんですね。でこれ食べてみたんですよ。で伊豆でですね、せっかくなのでバケット買って、二宮にあるですね、私たち家族が大好きな山下さんっていうですねパン屋さんがあるんですけど、もし興味あったら二宮山下さんパン屋って調べてみてください。めちゃくちゃ美味しいパン屋さんですから。でそこでパン屋さんでですねバケットを買って少し軽く焼いて、この蜂蜜つけてみたらめちゃくちゃ美味しかったですね。はい、めちゃくちゃ美味しい、すごい濃厚なんですね。で濃厚なんですけど、そして癖がそんなにないんですよね。蜂蜜って結構癖があったりするじゃないですか。その鼻によるんですかね、癖があったりするけど、全然癖がなくって、すごく濃厚ですっごい美味しかったです。はい、なので紅茶とかにもですね、入れたりとかしても美味しいかなっていうふうに思いましたね。普通にそれだけ舐めて、喉が痛い時とかにも舐めたりとかしてもいいかなっていうふうに思いました。はい、でこれですね、もし興味がある方ですね、これオンラインショップがあるんですよ。これはバタフライピーの場合はオンラインショップがなかったので、ホームページを紹介させていただいたんですけど、オンラインショップがあったんですけど、残念ながらソールドアウトなんですよね、全部で。一応そこに問い合わせフォームみたいなのあったんで、問い合わせしてみてください。問い合わせしたらいついつ入りますみたいなことも多分教えてくれると思うので、ぜひ試していただきたいです。本当にこういう真面目にですね作られている生産者の方を、私はどんどんこのチャンネルで紹介したいというふうに思っていて、いいものとですねそういった欲しいものをつなげるっていう役目をしたいというふうに思っているんですね。でインスタグラムの方のページがあったんですが、それも貼り付けておきますので、インスタグラムの方を見ていただくと、東京の方でこういう展示会で出展しますとか、いろんなイベントにも出展されてるみたいなので、そういった時に行っていただくと買えたりするかもしれません。はい、ぜひですね、これ試していただきたいです。うちもですね、ちょっと大切にとってなくなったらまた問い合わせするか、どっかのイベント出店の時にですね、買いに行きたいなっていうふうに思っています。はい、このバタフライビーズさんですね。はい、ぜひですね、はい、試していただければと思います。下にリンク貼っておきますので、はい、詳細はですねそちらご覧になっていただければと思います。はい、ということですね、今回はですね、やっと見つけましたということで、超おすすめの蜂蜜をご紹介させていただきました。はい、ではですね、動画をご覧いただきありがとうございました。